なんか騒がしいな。またどうせ売られに来た女が逃げ出そうとでもしたんだろう。いつものことさ。じゃあ俺は店の方に戻るわ。またな。ああ。どうした？何の騒ぎだ？大門で旦那の客が。客？今大門で暴れ回って大変なんすよ。とにかく来てください。あいつですよ、あいつ。なんだよ、ガキじゃねえか。やめて。ほら、こっちに来い。いや、言うこと聞かねえか。早く、キリュウって人に合わせて。いや、あの調子なんですわ。るでしょ。こっちもただのガキだったら追い出しちまうんですが、旦那の名を叫ぶもんで。ん？旦那、どうしました？帰る。え？俺はあんなガキは知らん。ちょっと待ってくださいよ、キリュウの旦那。あ、おい待て。キリュウさんですか？あなたがキリュウさんですか？ああ、そうだが。そう、よかった。お前は俺に何の用だ？ある人の紹介で桐生さんに会いに。ある人？誰だ？わかりません。何？名前は聞いていません。でもその人が桐生さんに会えば大丈夫だって。何言ってんだ、さっぱり意味がわからん。やっぱあれじゃないですか、あれ、旦那がどこぞの女にでも産ませた隠し子ってやつじゃ。とにかく俺はこんなガキは知らん。帰るぜ。ちょっとそれないっしょ。そんなんこっちも困りますよ。ん？じゃあ金もらおうか。ええー？お前も俺のこと分かってんだろ。俺を動かしたかったら金の少しでもよこせ。はあ？ちょっとそれ言ってることむちゃくちゃっすよ。旦那の客なんすよ。達也に仕事を頼むときは金が必要だってことはお前だってよく知ってるはずだ。俺は金の絡まない話に興味はねえ。でもこれは仕事とは別でしょ。いや、同じだ。金さえもらえばこのガキの世話だって何だってしてやる。どうする？でも…じゃあこの話はなしだ。お前らも女子供の扱いには慣れてんだろ。金払えねえなら自分で何とかするんだな。お金さえ払えば何でもしてもらえるんですか？ん？本当にお金さえ払えば何でもしてくれるんですか？ああ、そうだ。金さえもらえば何でもするぜ。どうしたんですか、旦那。旦那？この娘、俺が預かろう。え？どうしたんですか？だから俺が預かるって言ってんだ。お前らもその方が都合がいいんだろ？まあそうですけど。あ？こいつ、こんなもん持ってやがる。お前、どうしてこんなもん持ってやがるんだ？何しでかすつもりだったんだ。こいつ、
んな。やめときな。このガキ、俺が預からせてもらうぜ。いや、しかし。やっぱりこのガキ、俺の子供かもしれねえ。旦那。ま、悪いようにはしねえからよ。ったく。さ、じゃあ話は店の方で聞くとしようか。さ、お嬢ちゃんには聞きたいことが山ほどある。まずその脇差しなんだが。あの、うん、本当にお金さえ払えば何でもしてもらえるんですか？ああ、そうだが。どんなことでも絶対。ああ、そうだ。ちゃんと金さえもらえりゃの話だけどな。じゃあ、一つ頼みたいことがあるんです。ん？黙ってたんじゃ何もわからねえだろう。あの。どうした？なんだ？言ってみろ。あの、人を。ん？人を？なんだ。ある人。ある人。殺してほしいんです。ん？お願いします。宮本武蔵。宮本武蔵を殺してください。